先にも述べたが、大廃棄の彫刻を調べた結果、当面の目的を変更することになった。無論それは暗黒の内部世界へと掘り抜かれた通路に関係しており、さっきまではその存在を知らなかったものの、今や何としても発見し通り抜けたいと絶望していた。彫刻の縮尺から見て、近くにある急なトンネルのいずれかを 1km 半も下降していけば、日の光の刺さぬくらい崖の縁へと導かれ、その下には大いなる深淵があるはずだ。古き者どもが改良した側方を通る適切な経路を取れば隠れた闇の海の岩場に出られるだろう。この目でしかと伝説の深淵を見ることは、存在を知ってしまった今抵抗できないほどの誘惑となったのである。それを目下の調査項に含めようとするなら今すぐ出発しなければならないと分かっていたのに。今や午後8時となっており、我々は懐中電灯をいつまでも点灯させていられるだけの予備電池を持っているわけではなかった。表面以下の調査と副車にかれこれ5時間は連続点灯させてきたので、いかに特殊な処方の乾電池とはいえせい、持ってもあと4時間程度なのが明白だった。もっとも、特に興味深い場所あるいは難所以外は懐中電灯のうち1本を点灯させずに置くことでこの限界を超えて安全マージンをなんとか確保できるだろう。これらのキュクロプス式納骨堂では照明なしにいられるものではないから。深淵の調査のためにはこれ以降の彫刻の解読を諦めざるを得なかった。もちろん我々はこの地を数日後及び数週間後にでも再訪するつもりであり、その際徹底的な調査と写真撮影を行おうと考えていた。とっくの昔に好奇心が恐怖に勝利していたのだ。だが今は時間がない。経路探索用の紙の残量だって無限には程遠く。かといって追加用に予備のノートやスケッチ用紙を犠牲にするのは忍びなかったが、結局大判のノート1冊をそれに当てることにした。どうしようもなくなれば岩削り法に訴えてもいいのだ。さらに、無論のこと、本当に迷子になってしまった場合ですらどれかの経路を上に辿っていけばよく、十分時間をかければ試行錯誤の末いずれは日光の下に出られるだろう。ということでついに我々は最も近いトンネルがあるとされる方角へと熱心に足を進めたのである。案内図作成の参考にした彫刻によると、我々が侵入したいと考えているトンネルの高校は現在地から400メートルちょっと離れているだけなはずだ。間にあるのは堅固そうに見える建物で、まず間違いなく今でも表面以下の通路によって通り抜けられると思われた。階後部自体は建物の基礎部分、麓の丘に最も近い角の箇所にあるはずで、その建物は巨大な五芒星構造から明らかに公共かつ儀式的な性格を持つことがわかる。我々はその種の建物を空から見つけ出そうとしていたのだ。飛行中のことを思い出してもこんな構造物を見た覚えがなかったため、上部構造が大きく損なわれてしまったか、あるいは我々が見かけた氷の割れ目の中に完全にうずもれてしまったのだろうという結論になった。後者の場合、おそらくトンネルに行っても氷で塞がれているだろうから、2番目に近いトンネルを試さねばならぬことになる。北に 1km 半ほどだ。さらに南側にもトンネルがあったが、いずれも川の痕跡のために近づくことができなかった。近くにある2つのトンネルが両方とも塞がっているならば、次に近いさらに北側のトンネルを渡ってみるだけの電池残量があるか疑わしかった。第二の選択肢よりさらに 2km 近く離れているからだ。地図とコンパスの助けを借りながら暗い迷宮を手繰り、崩壊から保存に至るあらゆる段階にある天宅の部屋や通路を通り抜け、ハスロを上り上階と橋を通ってまた下に降り、塞がれた戸口や石屑の山に出くわしながら見事に保存され奇妙なほど汚れのない直線路を進み、袋小路に突き当たっては引き返し、そんな場合は残してきた紙片を袋小路の入り口まで回収して戻った。時折吹き抜けになった柱の底部を通る際には漏れ込んでくる日光を浴び、壁の彫刻を目にした我々は、途上で何度もじれったい思いに苦しんだ。それらの多くは計り知れないほど重要な歴史上の物語を伝えているに違いなく、もっぱら裁縫を期すことでかろうじてその傍らを通り過ぎることができたのである。
それでも我々は時折足を緩めて2本目の懐中電灯を灯した。もっと多くのフィルムを持参していればしばらく足を止めていくつかの朝浮き彫りを撮影しただろうが、時間のかかる手書きの複写などどう考えても問題外だった。私はまたしても春巡の誘惑に駆られる地点に来た。あるいははっきり明言せずほのめかすだけに留めておきたい地点に。しかしながら、今後の調査を諦めさせようとする論議を正当化するためには、残りの部分もすっかり暴露せねばならない。我々はトンネル高校の推定位置のすぐそばまで這い進んでいた。2階部分の端を渡り、明らかに尖った壁の先端とおぼしい箇所に出て、荒廃した通路を下った。ここには特に大廃棄なりに手の込んだ。後期の職人による明らかに儀式的な彫刻が集められていた。時にもう時期午後8時半という頃、まずダンフォースの赤く鋭敏な花が何かの常ならぬ影を捉えたのだ。犬を連れていればもっと早くに警告されていたのではないか。これまでクリスタルのように成長だった空気にどんな変調が起こったのか初めのうち正確にはわからなかったが、数秒後には痛ましいほどにはっきりと記憶が活性化された。なんとかおじけに負けずそのことを話してみよう。ある匂いがあった。その匂いは曖昧で、かすかで、しかし紛れもなく哀れなレイクが解剖した恐怖の検体の墓を暴いた時我々にヘドを催させたものに似通っていたのだ。無論のこと、この新事実は当時、今ここで感じるほどにはクリアアカットな意味合いを持ってはいなかった。いくつかの説明を想定することができ、我々はどっちつかずの囁きを交わしたものだった。何より重要だったのは、さらなる探求をせずに引き返すものかという我々の思いである。こんなにも遠くまでやってきたのだ。どんな災難めいたものがあろうとくじけてたまるか。とにかく、我々はあまりに荒唐無稽で到底信じがたいもののことを疑ってみなければならなかったのだ。真っ当な世界には決してありえないものだ。我々をして一本だけつけていた懐中電灯の光量を落とさせたのは、そして通常の歩行を抜き足差し足へと変えさせ、ますます荒れ放題になった床と石屑の山を這い回るようにさせたのは、全く非理性的な本能だったのだろう。威圧的な側壁から悪意のある横目をくれる堕落した不吉な彫刻の群れにももはや誘惑されることがなかった。ダンフォースの目は花同様に私よりも効くことが証明された。というのも、一階部分にある小部屋や通路に通じる半ば塞がった多くの戸口を通り過ぎた後で、石屑におかしな点があることに気づいたのは彼の方が先だったからだ。荒廃した姿のまま数えきれないほどの年月を過ごしていたはずなのだが、とてもそうは見えなかったし、二本目の懐中電灯をつけて慎重に見たところ、何かが最近通ったような跡が帯状に残っていた。床のクズが平らでなかったせいではっきりした足跡は何一つ残っていなかったのだが、床面がより滑らかになっている地点にはいくつかの重量物を引きずったとおぼしき痕跡があった。ある場所ではソリの滑走部のような平行線らしき跡を見たような気がした。そのため我々は再び足を止めることになった。前方からやってくる別の匂いを、今回は二人同時に、捉えたのは、立ち止まっていたこの勘のことであった。逆説的にもそれはより恐ろしくなく、同時により恐ろしい匂いだった。本来的にはより恐ろしくなく。しかしこの場所この環境の下では果てしない恐怖をもたらした。もちろん、ゲドニーは別だが、というのも明らかにそれはどこにでもある普通の揮発油が発する鍵慣れた匂いだったからだ。日常用いるガソリンの、そんな後でも我々を動かしていたモチベーションというのがどんなものだったのかは心理学者に任せよう。今や我々はキャンプの恐怖がこの英語の闇に閉ざされた墓所にも身の毛のよだつような手足を這い寄らせてきたことを知った。よって我々はこれ以上否定し続けることができなかったのだ。すぐ前方に、現在もあり、あるいは少なくともついさっきまであった。明瞭しがたい状況の存在を、だが最後には我々は純然たる好奇心の、あるいは懸念の、あるいは自己催眠の、あるいはゲドニーに対する漠然たる責任感の、ないしは別の何かの、
炎に身を任せたのである。ダンフォースはまたしても上の遺跡の曲がり角で見たと思い込んでいる足跡のことを囁いた。そしてまたかすかな音楽的笛音のことを。足跡を見た直後にどこか下の方から聞こえてきたような気がしたらしい。それは強風が吹く峰々の洞穴口から響いていた音に酷似していたにもかかわらず、レイクの冒険の結果に照らして考えると恐ろしいほどの重要性を持ち得るのだ。私はといえば、打ち捨てられたキャンプの状況のことを囁いていた。消失していたもの、唯一の生存者の狂気がいかに考え得ぬものを考え出し得たか。クルエル山脈を横切る無謀な旅路と知られざる原初の石造建築への加工。だが、我々は何ら確実なものを互いに納得させることができなかったし、自分たち自身も何一つ納得することができなかった。立ち止まっている間、すべての電灯を消していたのだが、これほどの深みにまでわずかながら日の光が漏れ込むため完全な暗黒にはならないのだとなんとなく気づいた。機械的に前へと歩みを進めながら、時折電灯をつけて道を確かめた。石屑の乱れがある一つの払い落とすことのできぬ印象を我々に与え、ガソリンの匂いがどんどんきつくなってきた。目の前にはますます多くの崩壊箇所が現れ、足元にはますます多くの残骸が散らばるようになった。すると突然、これ以上前進する道がなくなりかけているのが分かった。飛行機からちらっと見えた割れ目に関する我々の悲観的な推測はあまりにも正しかったのだ。我らがトンネル探検もこれでどん詰まり。それでいて深淵への口が開いている基礎部分にすら到達できそうになかったのである。我々が立っていた通路は行き止まりで、グロテスクな彫刻のある壁面に懐中電灯の光を走らせると、様々な程度に塞がった戸口がいくつか照らし出され、その一つからとりわけはっきりと、もう一つのかすかな匂いを圧倒して、ガソリン臭がしていた。さらに目を凝らすと、その入り口から最近若干のクズをどかした跡が疑いなく見て取れた。潜み住むのがいかなる恐怖であろうと、今この道を直行すれば間違いなくそれに至ることになると我々は信じた。次の行動を起こすまでいささか時間を要したとしても不思議ではないだろう。それなのに、その黒いアーチをくぐって中に入った時の第一印象は肩透かしとしか言いようがなかった。だだっ広く散らかったその大部屋は彫刻された地下室。一辺約6メートルの完全な立方体。で、パッと目につくくらい大きくて新しい物体は残っていなかった。そのため我々は本能的に反対側の戸口がないか目を走らせたのだが、結局は無駄だった。しかしながら次の瞬間、ダンフォースの鋭い視覚が床のクズの乱れた箇所を捉えたのだ。そして我々は両方の懐中電灯を目いっぱい明るくつけた。その光の中で見えたのは実に単純で些細なものだったにもかかわらず、それがほのめかすもののせいで私の口はどうしても重くなってしまうのだ。岩くずをざっと水平に並べてあり、その上にいくつかの小物体が存在に撒き散らされていて、その一隅にかなりの量のガソリンがばらまかれており、それはこの長平原の極めて高い標高にあってすらなおも強い臭気が残っているくらい最近のことだった。還元すれば、これは一種のキャンプに他ならなかった。このキャンプを設営したのは深淵を目指していた探訪者たちで、我々同様、予期せぬ道の閉塞にあって引き返したのだ。簡潔に言おう、散らかされた物体は、それらの内容に関する限り、すべてがレイクのキャンプからのものだった。惨劇の地で見たのに似た奇妙な開け方をした缶詰、使い終わった多数のマッチ、大なり小なり奇妙な汚れのついた3冊の図版入り図書、空になったインク壺及び使用法の説明が描かれた絵付けの箱、壊れた万年筆、おかしな切れ目を入れられた毛皮とテント布、取扱説明表付けの使用済み電池、テント用暖房機に添付されていたフォルダ、くしゃくしゃになった紙の山、これらだけでも十分悪かったのだが、我々がそれらの紙のシワを伸ばし、その上に書いてあったものを見たとき、最悪の事態に至った感じがした。
キャンプですでにその種の紙を見ていたからには心の準備ができていたはずなのだが、このような悪夢の年の人類以前の母校の中で不可解にもインクで汚された紙を見下ろすのは忍耐の限界をはるかに超えていた。気が触れたゲドニーが緑っぽい石鹸石の上に見つかった点のグループを真似したのかもしれないし、気違いじみた五芒星系の塚の上の点も同様につけられたのかもしれない。また彼が隣接する都市部のラフスケッチを、詳細にせよ雑にせよ、取り急ぎ用意したというのもあり得ることだし、我々がこれまで辿ってきた経路の外側にある円環状に表された地点、我々はその地点を彫刻の中では円筒状の、として描かれ、空中からの観察では大きな円形の穴として別件されたものと同定した。から、そのスケッチに従って現在我々が立っている五芒星型の建造物及びその内部にあるトンネル高校までやってきたというのもまたあり得ることだ。繰り返すが、彼がかようなスケッチを用意したのかもしれないのだ。というのも我々の目の前にあるものは、ちょうど我々自身が行ったのと同様に、氷の迷宮のどこかにある後期の彫刻を元にしていたことが明白だったのだから、もっとも我々が見て作図に利用した彫刻とは異なっていたのだが、しかしこれらのスケッチは絵心のない不器用な人物には描けるようなものではなく、大急ぎでざっと仕上げられて吐いたものの、その異様で堅実な技法は元になっている衰退期の彫刻の全てを凌駕していたはずだ。シセル都市の映画の時代に古き者ども自身が振るっていた技法と特徴が曲がう方なく現れていたのだ。そんなことがあっても命からがら逃げ出さなかったダンフォースと私のことを気違いそのものとおっしゃる方々がおられるだろう。なぜなら我々の結論は今や、その報奨さにもかかわらず、私の声明をここまで読んで来られた方には説明するまでもない性格のものへと完全に固まっていたからである。多分我々は狂っていたのだ。だって私はあの背筋の凍るようなミネミネを狂気の山脈と呼んだではないか。だが同様な精神の現れが、ここまで極端な形ではなくとも、写真撮影や生態研究のためにアフリカのジャングルで猛獣に忍び寄っていくような人々の中にも見出しうると私は思う。恐怖に半ば麻痺したようになりながらも、我々の中では巻き上げる風が威風と好奇心の炎をきらめかせ、これが最終的な勝利を収めたのである。無論、そのもの、ないし者ども、と顔を合わせたかったわけではない。我々は彼らがそこにいたことを知っていたが、すでに行ってしまったはずだと考えていた。その時点までに深淵に至る別の入り口を近くで見つけ、そこに入り、究極の深淵で彼らを待つ漆黒の過去の断片を何かしら種にしただろうから、彼らが見たことのない究極の深淵で、あるいはその入り口もまた通行不能だったとすれば、彼らは別の入り口を探して北に向かったはずだ。彼らがある程度光に依存しないことを我々は覚えていた。その瞬間のことを振り返ってみても、自分らの情動が一体どんな新たな形をとったのか正確に思い起こすことができない。一体どんな当座の目的の変更が我々の期待感を先鋭化させたのかもまた、確かに我々は自分たちが恐れていた党の相手に直面したいと思ったわけではない。が、私は否定しようとも思わないのだ。どこか安全な隠れ家からある種の物事をこっそり見たいという無意識の願望が自らの裏面に潜み住んでいたのかもしれないと。多分我々は深淵自体をこの目で別件したいという熱情を諦めてしまったわけではなかったのだが、そこに新たなゴールが、我々が発見したくしゃくしゃのスケッチに描かれていた大型の円形地帯という形で割り込んできたわけだ。一目でそれがごくごく初期の彫刻に現れていた途方もなく大きい円筒状の塔のことだと分かったが、上空からは桁外れな円形の開口部にしか見えなかったものだ。即席の略図にすら描写の中に印象的なものがあり、そのため我々はその地の表面以下の層には格別に重要な目玉が未だに残っているに違いないと考えた。おそらくそれはまだ出会ったことのない脅威の建築様式を体現しているのであろう。それを描いた彫刻によると、信じられないほど古く、確かにこの都市の中で最初に建築された部分なのだ。残存しているとすれば、
その彫刻は疑いもなく重要極まりないものである。その上、彼らはそこから降りてきたのだから。差し当たりここから地上に出るための良い経路となるかもしれない。我々がこれほど注意深く目印を残しながら辿ってきた道筋より短い経路に。いずれにせよ、我々は恐怖のスケッチ。我々自身が作った案内図と完全に一致していた。を司祭に検討し、取って返すと円環構造への道順として示された経路を進んだのだ。名もなき先駆者たちが先んじて二度にわたるり通過したに違いない経路を、その先には深淵へのもう一つのほど近い門が開いていることだろう。我々の旅について語る必要はない。相変わらずうさぎ狩りごっこの紙を倹約しながら置いていった。例の袋小路に至った旅と全く同じ種類のものだったから。ただし、今回はさらに地面のレベルに接近していき、ついには基礎部分の通路にまで降下した。しばしば足元の石屑ないし塵の上に倒落するような足跡を追うことができ、ガソリン臭が漂う範囲を超えると、またしてもさらにおぞましくさらにしつこい悪臭がかすかに、断続的に、漂っているのに気づいた。分岐点で以前の道筋からはぐれた後、一本だけつけた懐中電灯の光をこそこそと壁に向けてみた。するとほとんどの場合、偏在する彫刻が目に入った。本当にこの彫刻というのは古き者どもの美学の結集となっているようだ。午後9時半ごろ、急流のかかった長い通路を通過している間に明るい日の光が見え始め、懐中電灯を消しても大丈夫になった。この通路は地表より幾分低いところにあり、進むにつれ床面の氷が次第に厚みを増す一方天井は低くなってきていた。我々は巨大な円形空間に着いたらしく、もう少し進めば建物の上に出られそうだった。アーチの形をした通路の出口は巨大遺跡にしては驚くほど背が低かったが、実際に侵入する前から、それ越しに多くのものを見ることができた。その先には途方もない大きさの円形空間が広がり、たっぷり直径60メートルはあった。そこはクズだらけで、我々が通り抜けようとしているのに類似した甘たくの共同が氷で塞がれていた。壁には、描くだけの空間があれば、誇張を交えた骨太の筆致で螺旋状の彫刻の帯が飾られており、この地点が開けていることで激しい風化を受けていたにもかかわらず、これまで出会ったいかなるものをも遥かに凌駕する芸術的脅威を厳然していたのだ。塵が散らかった床には厚く氷が張り、真の底部は相当下方なのだろうと思われた。だが、この場所にある顕著なものは何といっても螺旋状に上に伸びる巨大な石の柱だった。共同の部分では開けた床側に急に折れて戸口を避けながら、それは驚くべき円筒状の壁面を登っていった。かつて古代バビロンの奇怪な塔内市ジップラトの外側を登っていた通路を塔の内側に持ってきたようなものだ。単に飛行速度が速かったため、また遠近法的にこの下降路と塔の内壁との見分けがつきづらかったため、我々は空からの観察でこの特徴に気づくことができず、他の通路を探して表面以下の層を探し回ることになったのである。ピーボディならそれを現在の場所に固定するためにいかなる種類の工学的技法が用いられているかを語れようが、ダンフォースと私はただただたたえさんと脅威の念に打たれるのみだった。巨大な石のコーベルと柱がそこここに見えたが、それらが果たしている機能にはそぐわないように思えた。柱は現時点での塔の頂部まで素晴らしい状態に保存されており、露天にさらされていたことを考えると極めて注目に値する。これが大いに遮蔽物となって回帰かつ倒落するほどに宇宙的な壁面彫刻を保護してきたのだ。畏怖すべき白明の中、この途方もない円筒の底に足を踏み出したとき、5000万年前のもので、疑いなく我々の目に触れた最古の原始構造物だ。柱が走っている側面が18メートル以上の高さまで立ち上がっているのが見えた。空からの調査結果を思い起こせば、これは外側の氷の厚さが12メートル程度だということを意味した。というのも、機上から観察した際、
この穴蔵は崩壊した石造建築からなる約6メートルほどの小丘の頂上にぽっかりと口を開けているようで、円周の4分の3ほどはより背の高い廃墟にあるどっしりした彫刻付けの壁によって幾分保護されているように見えたからだ。彫刻に従うと、塔は本来広大な円形広場の中央に立ち、高さは150から180メートル。頂上付近に何層もの水平な円盤を備え、上端の円には針のような先頭たちが列をなしていた。明らかにほとんどの石組みは内側にではなく外側に崩れ落ちた。これは幸運な出来事で、そうでなければ破路はめちゃくちゃになり、内部はすべて塞がってしまったであろう。とはいえ破路はひどく傷んでいた。ところが閉塞部分について言うと、最近底部の全共同からそれらを取り除けた形跡があったのだ。瞬く間に我々はこれこそ例の者どもが降りていった経路であると結論し、また我々はこれまでひたすら別の経路に四辺の跡を残してはきたが、上りにおいても論理的な経路はこれであろうと考えた。この塔の開口部から麓の丘及び我々を待つ飛行機までの距離は、我々が侵入したテラスのある大型建築物からそれらへの距離に比べて遠いわけではなく、これ以後の表面下における調査はこの付近で行うことにしようと、妙な話だが、我々はなおもさらなる調査などというものがあると思っていた。あんなものを見、あんなことを推測した後でさえ、そこで我々は広い床に散らばる石くずの上を注意深く進んでいった。その時、ある光景に出くわし、しばらくの間他のものすべてが頭からすっぽり抜けてしまった。それは三台のソリを手際よく並べた列で、ハスロが下外側に折れる角の奥にあたり、これまで我々の視界から隠れていたところにあった。それら三台のソリは、レイクのキャンプからなくなっていたものだ。手荒な扱いによってグラグラになっていた。雪のない石組みやクズの上を長距離、強引に引きずったり、通れない箇所を手で抱えて越えたりしたのだ。それらは慎重かつ知的に荷造りされまたロープがかけられ、印象的なほど見慣れたものを乗せていた。ガソリンコンロ、燃料缶、道具箱、食料の缶詰、明らかに書籍で膨れた防水シート、他にはさほどよくわからないもので膨れたのもあった。すべてがレイクの装備品だったものだ。例の部屋で発見したものからして、我々はある程度までこの出会いを予想していた。真に大きな衝撃は、一つの何やら心乱す外形をした防水シートの上にかがみ、それを解いた時に訪れた。どうやらレイクと同じく他の者どもも、典型的な標本を集めることに興味を持っていたらしい。その種のものが二つここにあったから、両者ともカチカチに冷凍され、完璧に保存され、頸部周囲にできたいくつかの傷跡を粘着テープで補修され、それ以上の損傷を受けないよう厳重に包装されていた。失踪したゲドニー青年と犬の死体だった。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんです。